ジェフエルソン、アンドレス・レルマ・ソリスは、コロンビア・エルセル・リート出身のプロサッカー選手。コロンビア代表。エフルチャンピオンシップ AFC ・ボーマスに所属している。ポジションはミッドフィールダー。2013年1月に、国内リーグカテゴリア・プリメーラへのアトレティ・コイラのトップチームに昇格し、ミジョナリオス FC 戦でプロデビュー。以後2年半主力として活躍した。 2015年8月、ローン遺跡で、スペインプリメーラディビシオンのレバンテ UDA の加入が決定。同月30日の UD、ラスパルマス戦でリーガデビュー。12月7日の RCD s パニョール戦でリーガ初ゴールを記録するなど、加入1年目ながら、レギュラーで奮闘するも、チームは最下位に終わり、セグ軍ダディビシオンに降格。 シーズン終了後に完全遺跡が成立し4年契約を締結。レバンテは2016から17シーズンセグンダーディビシオンで優勝し1年でプリメーラディビシオンに復帰した。2018年8月7日、AFC ボーマスにクラブレコードとなる遺跡金2500万ポンドで遺跡5年契約を結ぶ。2016年のリオデジャネイロオリンピックでの コロンビア代表のメンバーに選出され、準々決勝進出に貢献した。2018年は FIFA ワールドカップに初めて選出された。ありがとうございます。